まあ、主催者の大さん、ここが一番の見どころだと見込んでのことでしょう。先方 1P 交代、スビヤネ。さあこの怪獣大決戦楽しんでいきましょう。さあセオリーではサクラが一番ケーブルにいけるんですが、サクラが一番事故りやすくもある。さあ先方 A ブランカ対 K ギース。さあこうちゃんはかぶせていった形。サク垂直ジャンプに合わせるのがうまい。おっと股間が当たったが、あー2発目当たったが確認が難しい。発動、わーっと距離が遠いのでのけぞって空振ってしまう。割って投げ抜け。さあこれで一気に追いついて、どうぞランを見てのか、全キャンローリング。さあ逆転して先鋒戦を制する。ケーグル側はゲージをもらいながら倒したいんですが、怒らされてしまう。エーグル側はここで時間を使って体力回復を減らしたいところ。飛びがジャンプ攻撃が早すぎて空振ってしまう。そのまま死ぬ。さあ G4 で出てくるのはベガ、ゲージがなくなってしまったので、さあ見てから最高。確かに菅重団ガードしている。お見合いから最高。さあデビルリバースで画面端脱出しゲージを貯めていく。ケーグルは自分でゲージを貯めれないので、こういうのをされると厳しい。さあこのハイジャンプが強いんですよね。さあ怒りがあーっとギリギリ残ると思ったんでしょうけど、多分縄矢乙女が正解だった。その入力が変わるから、その判断するタイミングが早いんで難しいんですよね。サイコクラッシャー、おっとダウンが怒り、おっと当たる。さあこれはガークラまでいけるか。目押しを挟めばガークラ確定のはず。おっとガードして反撃難しい。立ち出を届いたかなぐらい。さあガードしたが反撃遅れる。暴発か。サイコクラッシャー2発ガードか3発ガードかが分かりにくかったところだったんで。さあガーゼン攻有利の状況でありますが、これは一発食らうと分からない。体力少ないので、あーこれはでかい。さあコワコワアッパか。これはピオリチも、さあアッパか、勝負を決めにいったアッパかではありますが、いや正直立ち丸がきついね。あそこまでしないとみたいなところもあったんで、オリコン食らって緩やかに死ぬぐらいならみたいな感じでした。はい、2人目ガン対ピノ。いやーそうなんですよね、その丁寧いったところでオリコン溜まったらみたいなのがあったんで、勝負どころの見極めだったんですが、様子見られてしまいました。さあ2人目ガン対ピノ。
さあケーブル結構どこがメジャーどこ3つが抜けるかと思ったら結構怪しくなってきたんで、結構他グループもいい勝負してるんで、みんなポイントが欲しい感じ。え、A 対 K きついからとか言って全部負けちゃったりすると予選落ちもワンチャンあるんじゃないかなっていう気がしています。さあスパコン、さあ K チュンリーの怖い怖いスパコンを吐かせて、チュンリーはあと1回行かれるかどうかはイオリの立ち回り次第。さあこかしていい対空投げて投げて、さあ、あーっと反撃の判断が難しい。さあ違って、あー欲張った感じなのか立ち強パンをミスってしまう。そうなんです、もう当たれば何でも死ぬ体力だったんですが、なんか意識高く立ち強パンやったせいで。アパカ出なかったが使わせて、鬼連でガークラ確定からの弱ダイヤ青い花。さあガンとしては怒るかどうかって、ピノキオ的にはゲージを残した分まあ OK といった感じか。さあ段階潰す、これは生キャノン、いい判断。おっと落としてしまう、投げてワンピーで表で、おいいクーダイク、オクラセレードをガードして、オーケー投げ、発生が遅いケー投げを通していく。先に大将エーベガを引き出した。キャンミーは体力少なくてバニコン食らえないので、サガットでプレッシャーかけていきたいところ。お珍しく相打ち、対するベガ目線だとゲージが欲しい。これはでかい、結構あれ難しいんですよね。投げて、さあ立ち回りで殺したい。 K キャミーとバニコン圏内までとりあえず減らした上でバニコンで殺したい。エーベガ、さあそしてダブル2から拾って、これはこれは残って、これだー、ジャストができない、ジャストがスパコンしかなかったんですが、勝ったのはガン。続いて高坂対キツネ、お互いリーダーの潰し合い。さあどっちが勝っても2点。昨日の前夜祭ではキツネが勝っていましたが、リベンジマッチとなるのか。K
ケーグル戦に一番自信があるさくらの高坂対ケーグル戦は任せとけとこ。リーダーを務めたキツネ、素直に行くとレシオニア響きとブランカでしょう。さあ順番の読み合いも大事ですが、先方はサガット対ベガ、高坂はいつもの対ケーグルシフト、キツネは読み通りといった感じのかぶせ型のシフト。おっとカーブル、あれアパが出しづらいところ、投げてスピレ、おっとさあ来た、そして下キャノン、まあ、しかしこのシフトは最悪ベガ死んでもゲージあればいいよという感じのシフトではありますので、高坂も計算の範囲内か。こちらの組み合わせはさくらが有利なんですが、おうまく反撃している。さくら側は地雷処理が求められるので手堅くゲージを使うかゲージを残すかが勝負に大きく影響するか。発動、さああそこのショーキャンセルショーが難しいんですが、うまくやり込んでいる。そして中足レイド、さあ憎きさくらを撃破したのでこれはだいぶでかい。しかし A ブランカーも一回転ぶだけで一気にひっくり返るポテンシャルあるのでまだ油断できない。さあうまくショージャンプ確認、アパカから奥攻め、ランコパンもガードしてちゃんと暴れ潰し、わーっと空対空割って、さらにピオリが見える、あ、ダークラ見えて投げて勝ったのはキツネ。リーダーで2ポイントゲットしながら相手のリーダーの2ポイントも阻止、4人目マサトゥー対ダイ、さあ今の値千金の勝利でポイントも2対2で並ぶ、 4-0 か 2-2 だから相当でかい試合だったのですが、なんと先方サガーと3立て、さあそして出てくるのはマサ2、さあマサ2としては他の地方勢相手にわからん腰をしたかったようにも思えますが、出てくるのは関東最強の K グループライ。先方はキム対マイ、寄らせて、ガードゲージが点滅してるがトーピア通さない、おっと暴発した感じか、半月山上までも回しちゃった系に見えます。そしてか裏から壊し3つ水取りの前、こうやって小木で八王線を叩き落とす、歩きからの大芝居、暴れつぶしからもう一回水取りの前で一つ当てて三つと、さあ先方マイ対大将ユリ、
ムーシャ崩しからスーピー裏回り、空中投げ、投げていく。なんと厳しい組み合わせ、またケーブルが2人連続3立て。最後ダーヨシ対カズキ、なんとここで K グループが3対2でリードしました。そして出てくる、最後に出てくるダーヨシ、さあダーヨシカズキ、先方エンヤマザキ対ケーキース、まとわりつきたいケーキースと一生湯払いたいヤマザキ、キース触ってしまえばガードくせなくても反撃が痛い。いいですね、めくってギースが怒った。さあおっと上りヤンプ中段か、落としてしまう、裏からしっかりとコンボを入れてもう一回怒る、当て身はいい読みだったが投げて死ぬこれが怒り根性地形投げ。続いて出てくるのがダーヨシの象徴する青いベガ、ダーヨシベガの怖いところ、先方戦どんだけ落としてもゲージ溜めて、先方戦殺して五分の状態で中継戦に持ち込むという、しかして、あー早すぎた、珍しい空振り方、おっと落として、さあ2回連続落としてしまって、ちょっとさあ反撃がうまい、おっと判断が難しい場面でしたが、下でよ踏みつけて、歩き前キャンパニッシュ、さあしっかりとゲージを溜めながら殺す、さあ大将キャンや立ち回り強いが体力つくやんで、オリコンは食らえない、さあ発動スカシ下段、暗転中立ってると下段が確定、さあバニッシュ、あーと寸天止めを失敗して、ダーヨシが勝ってお互い3ポイント。